リベール王国の力でアニメフェスタで配信中の全作品を見放題にしておいたぞ。必ず登録してくれよな。俺が朝まで寝かせない。拒絶しないってこと、いいんだな。ダメに決まってるでしょ。推しをバッドエンドに行かせるわけには。いいなずけなんかに本気になって、あなたにも私にも相手を選ぶ権利はあるわ。誠の愛にたどり着けますように。これで王子は悪役令嬢を諦めるはず。リアナ様、それではまた。なんとか王子に会わずに一日過ごせたけど、もうヘトヘト。昨夜とは別人だな。王子、やはりあの態度、お前の本心だとは思えない。あまり俺を舐めるな。余計にお前が欲しくなる。全然諦めてない。お嬢様、お迎えに上がりましたよ。あ、どうも王子。ちっ、下僕さん、ナイス。ほら、これ。あと、明日は開けておいてくれ。デートですか？デート！視線が痛いけど、クリスチャンを呼んで大正解！このゲームで王子とクリスチャンのラブ度が上がるイベントのうちの一つ、乗馬デートでラブ度急上昇、ここで強制発動させちゃおうってわけ。さあ、クリスチャンは王子と一緒に、私は一人で。一人で？ディアフェル家の霊場なのに一人で馬に乗れない？あの夜のこと怒ってるのか？王子、それは。クリスチャン、王子。ああ、危なかった。本当にありがとうございます。いや、怪我がなくてよかった。このイベントで二人のラブ度はアップするはず。王子をバッドエンドから守れて嬉しいはずなのに、どうして。おい、どこ行くんだお前は。クリスが馬車を呼びに行った。迎えを待つぞ。どうして来ちゃうんですか。私なんかよりクリスチャンといた方がいいです。俺はお前のそばにいたい。俺の秘密の場所なんだ。二人だけで来れたのも何かの縁だと思わないか。クリスチャンにも見せたかったですね。どうして。こんなの絶対シナリオにない。やっほー、みんなお待たせ。アニメ王子の本命は悪役令嬢、ブルーレイ &DVD が発売決定だってさ。いや待て、これティアナと王子ばっかり出てくるじゃん。俺をもっと映してくれよ。君が選ぶ。